おはようございます。ではペーパーマリオ RPG 続きいきましょう。ではこの無人島というか島の探索ですね。うん、嫌なやついる。危ねえ。はい、こいつらは グリーンチョロボ、あれやるんだっけ。あの時出てきたやつじゃないか。ああ、はあ、はあ、ああ、見た見た、ああ無駄に見たわ。ちょっと待ってな、これジャンプいけるんだっけ。あ、刺さらねえわ。ほい、つかんかい。回復すな。ほい、ガードしても取られねえんだ。めっちゃ回復すんの。ほい、ほい、あ、マリオだから弱えんだな、攻撃力。あ、増えた。まあ、多分2倍でしょ、ほい。でも、なんかトロピカルな音楽になってる気がする。間違い切れちゃった。ほい、金がね。なにこれ、白いやつの混乱なぐうり。ふん、こいつも多分知ってるやつだよな。で、なんか上にもあんな、なんかそうそう、なんだこいつ、うんま、ビミリ君、今お前が出るタイミングではなかったな、ビミリ君。あ、使えるんだ。はーん、使えるんだ。でも使ってもしゃあねえもんな。これいっか。ほぼ、うい、先、お先。でもこれは確かにフラワー、ファイヤーフラワーでいけたかもしれないな。ちょっといっ、はい、もうのしりだ。はい、ポイズンパック、どう思ったパックフロアね。色はちょっと微妙な感じ。はあ、噛みつき攻撃と毒の息が飛び技。うわ、モルモルじゃないか。毒にと、あ、ちょっと特に毒の状態になってしまうとどんどん HP 減ってしまうわよ。恐ろしいっすね。はーい、でもこれ続きできねえもんな。変えなきゃな。長い長い、食らっちゃったぜ。ゴー、もう交代だな。ビビアンだな、火使えるし。ほい、ほら、いけるうんじゃ、あん、ナイスガード。ダメだった。魔法の、魔法の炎、6も使うよ。え、怖い怖い怖い、遅っ俺遅っ。いや、なんかやっぱ X がなんか上にあるっていうのがなんか感覚的におかしくてさ。はい、デリブラッパー、あ、ちょうどいいね。バトルポイントですね。
でもまだ足んねえんだよな、これでも。結局またなんかいろいろ使っちゃうからさ。拾えねえんだっけ。あ、拾えなかったわ。今アイテム使っちゃったし。混乱ながらアイス殴り、竜巻ジャンプ、マリオ防御力も上げていきたい、パワープラスも上げていきたい。いらねえやつ下げるか。でもそんなんないよ。そんなんないよ。まだ上げなきゃいけねえかもしんねえ。あの上いけねえか。いや待てよ、これなんかあるんじゃない。おお、終わった。あ、この俺の洞察力ってやつよ。じわじわ。あ、来てもキノコ使う。よし、ここで無駄使えなくなった。どんな振り抜きしてんの、こう。はい、なんかいんな。やだな、あいつ来ないな。やっ、適材適所ってもんがあるでしょ、マリオさん。ここはこいつだよ。ふい、飛ぶ。ああ、あれ飛ぶでもないか。ああ、なんかあったわ。あれ、もしかしていらん。ダメじゃね。んじゃあやっぱこの生贄には生贄になってもらわないとダメってわけね。ほい、あ、はい、はい、オッケー。ほい、どうなんの。ああ、なるほど、戻ってこれる。これは場所的に、あ、もっと手前だった。ああ、なるほど。ほい、おーし、よし、戻ろう。 OK、 そう思ったらいつ生贄になるかわかんないな。やってみよう。よし、雷の機関は必要だな。雷の機関は必要ですよ。じわじわかな。なんか無駄にアイテム取れるな、せっかく買ったんで。あんま買う必要ねえのかな。そう、このお化けどもめ。ああ、おっとは裏切者のおるぞ。おお、そこにいたマリオ、お前も無事だったか。ちょうど良いところに来た。この二人を逃げてくれ。お前おとぶきある。え、マリオさん一体何をするつもりですか。ここは足任せて、その隙に逃げるのだ。お前か、実は。しゅう、これは命令だ。死ぬのはこの追いぼれだけで十分。さっさと行くのだ。頑張れ、バレンさんも。あ、行ってます。一旦ここを離れましょう。お前どうすんの、早く助けに行こうぜ。ごめんなさい、バレンさん。でも僕だから、あの、そのごめんなさい。こいつ、こいつ、あ、行っちゃいましたね。すみません、私もさっさと逃げさせてもらいます。お前が 裏切り者かと思ったら違うんじゃねえの。ところで画面を見てる君なんだ。すでに私の正体はバレバレだと思うが、マリオには内緒だぞ。たまんねえよ。だから画面を見ている君って一体誰なのよ。
怖っ。この世界を 誰かに監視されている。あ、いなくなってる。あ、なんか指だるま、ね、ガンガン拾えるな。バルどこに行ったんだい。ブブブブ、伝説フランドリーと呼ばれたこの場所も、もはやこのままか。伝説なのかい。えで燃えました。燃えましたけど、ただ君は一問大事にと思ったら3しか聞かねえな。バカ正直に3はやめろよ。よし4か。ガンガン使ってこう。冷え冷えになってしまえよ。 OK。おお、バリオか。どうやらやつらからのダメージが大きかったようだ。マリオよ、最後に一つだけ言わせてくれ。このわしを再び海に連れ出してくれてありがとう。死ぬなよ。ただ心残りは船に置いてきたあのボトル、ヴィンテージレッド。この島にたどり着くことができたら、飲もうと決めていたスカーレットと思い出の一本なんだ。確かわしらと一緒に流されてくるのを見たから、この島はどっかにあるんです。あの世に行く前に一口だけ飲みたかった。うわっ、ヴィンテージレッド。帰ろうぜ。一回帰ろうや。なんかよくわかんないけど。これが仕返しの粉。ああ。ここら見つか。カナダも。これがまるでドクロみたい。片方の見ないか、はめられそうなくぼみがあるわ。あったわ、そんな。ああ、とりあえずバレルさんの願い事は叶えてあげよう。こんな食らってねえだろ。この下、ああ、なんだ。全然戻れねえ。戻れんかったけど、あの人いけねえのかな。これ下いけそうだ。あー、意味あんのかな。あー、いけるな。なんでやねん。よし、よいしょ。はいはい、ヤシの実ゲット。絵に描いたのは小島に手に入れたもの。正直言ってうまいもんじゃないよ。ああ、みたいですね。え、これ何使うの。じゃあ捨てるか。あ、かわいそう。あ、一人寂しく。でも木になってる方のココナスって増えるんじゃなかったっけ。全然変に流れてるやつを食うから、あ、腐ってたりするからね、あれ。だからダメなんじゃねえか。じゃあね。いやさあ、どうなったお前ら。バルさん、どうなっちゃったんでしょうね。ああ、バルさん。助けに行け。流れ着いてねえかな。流れ着いてたわ。おお、ギュナちゃん生きていたのか。よかったよかった。もう会えないかと思っていたよ。でもこれで皆が揃ったと。気のせいかな。一人足りないような。バレるだよ。そうなんです。バルさんが僕たちを助けるためにお化けに捕まっているんです。お願いです、皆さん、バレルさんを助けてください。先に言えや、俺は来る前によ。なんとバレル君も生きてるのか、彼がいれば心強い。バレル君、バレル君のことはまたまた君に任せたぞ。みんなで行けよ。え、何？
ヴィンテージレッド？そんなものあるわけないじゃん、知ってんな。ところで、なんでそんなものがいるの？はあはあ。何？死にそうになってるバレ君が飲みたがっている？うん、死にそうになってる獲物の頼みと来たか。ただ仕方ない。せっかく拾ったボトルだが、バレ君にあげるとしよう。ただし、このヴィンテージレッドも私じゃなくて、我々の大事な食料なのだ。だから代わりに君が何か食べ物を見つけてくれてまい。そうだな。この島ならではの食べ物を見つけてくれたなら、このボトルをあげることにしよう。あるぜ。絶対投下交換には見合わんけど。今の2つあげよう。おはよう。ほうやしの実か。うん。え？南の島だろ？かぐよ。なんだと思ってんだよ。それ？びっくりした。マルコのとっておきの一本。でも本当はバレルのものらしい。まあ、拾ったものはね、しゃあないよな。私が楽しみに取ってた一本だが、彼にもちゃんと味わいを言っておいてくれたまえ。Thank you。じゃあ行くか。もう行ったり来たり。あぶね。お、元気。よし。ヴィンテージレッドだ。ほらよ。ん？おお、懐かしい香り。お前、持ってきてくれたのか。ごく、こういう、バーッとしそうな、このうまさ。まるで海の神様は、わしの最後のわがままを聞いてくれたようだ。もう思い残すことはない。お前には世話になったな。これで天国のスカーレットに会える。さらばだ。すや。あ、止まった。本当に？え？おい。とお前の助けとなるはずだ。ここで急にジジイが仲間になった。もう予想外だな、これは。バレル能力の説明。 X を押して離すとバレルを持ち上げて投げることができる。少し歩いてから爆発するぞ。お前ボム兵じゃねえか。あー、ひびのある壁や岩や壁を壊したりスイッチを押したりもできる。なるほど、ひびやったな。自爆じゃねえか。どこが爆発してんだよ、それ。うまく狙って投げれば少し高いところに乗せることもできるぞ。ほう、ほい、なるほど。爆発前に X を押すとすぐに爆発させることできるぞ。覚えておこう。ほう、 OK。バトルでは地上の敵を攻撃する爆発と次のターンの終わりに爆発する爆弾を敵に投げる次元爆弾で戦ってくるぞ。やめろ。ここに来て急にか。やったぜ。もうとりあえず帰るか。なんかあったっけ。これは食らわなきゃ。じゃあちょっと性能でも見せてもらおうかな。とりあえずこう走って、技爆発。え？あ、間違えた。連打かと思った。ダメだった。そうか、生贄と同じタイプ。おい、強いね、見た目。あ、ガードする。いけ、お前向かえ。ほいほいほい、大体一緒。増やすな。
やったぜ、サンタ。おうおう、ああ、とか3つあるんだな。ナイス。これはまあ、確かに一旦我慢すれば、いい感じだね。よし。よし。上帰ってきたぜ。今日スパイ。バルさん、すいません、生きてたんですね。まさかお化けじゃないですよね。でしょ。おお、バル君、よく戻ってきた。それはもう私はどれだけ心配したことか。私もリーダーだから、みんなのことはいつも気にかけているのだよ。確かに今は苦しい状況だ。我々の先に一体何が待ち受けているのかは全く分かっていない。そしてゴルツキタウンへ帰る手段も見つかっていない。しかしだ、こんな時だからこそみんなが力を合わせて。お前、話が長いぞ。むぐぐぐ。そういえばマリオ、お前が言っていたスタンソーンのことだがな。ジャグのずっと奥にドクロの形をした怪しげな岩があった。そういえばこいつ持ってなかった。これはあくまでも伝説の船人としての勘なのだが、あのドクロ岩何か匂うぞ。いや、誰でも匂うぜ。へえ、バルのだな、匂うと言いますが何か間違いでは。え、うこいつ。あ、なんだ今の音は。べってんぞ。しかしあれだな、ドクロの岩だなんて怪しすぎるぜ。確かにお宝の匂いがするってもんだ。そんなことは君言われなくても分かっておるよ。とそのドクロの岩の向こうに海賊王の財宝があるはずだ。というわけで今回も私はここに残ってみんなを守るので、マリオ君、任すっぱなしで悪いのだが。いや、マルコ、財宝が欲しいのはお前も来い。マルコ君、だから私は。うん、よし、ここはフェアに決めようじゃないか。では諸君、ドクロ岩の調査にマルコも参加することに意義はないかね。いきなし、いきなし、大賛成。ということはマルコ君、文句はないな。そらそうよ。はい。てててれお前もかい。さあ、愉快な仲間たちと共にちょっとここら辺の海賊の標を求めていきましょうか。ではまた次回頑張りましょう。バイバーイ。